県内の公立高校では午後3時に高校入試の合格者が一斉に発表され、若林区の仙台一高でも合格者の受験番号が貼り出されました。仙台一高は受験倍率が 1.51 倍で323人が合格しました。自分の番号を見つけた受験生たちは保護者や友人らと喜びを爆発させていました。もう今最高、一高愛してる。一生忘れられない3年間にできるように思いっきりエンジョイしていきたいと思います。見た瞬間やっぱもう嬉しすぎて本当叫びたくなりましたね。叫んでいいですか。しゃー。県内では全日制で募集定員1万3640人に対して1万3425人が受験し、受験倍率は 0.98 倍でした。定員に満たなかった高校の二次募集の試験は全日制定時制ともに今月21日に行われます。